今日もスピニングジャパン京都ポール&ダンススタジオ代表のロビンと申します。今日はねウェブレッスンのご紹介なんですけれども、アイソレーションと筋トレ、アイソレーション&筋トレのレッスンのご紹介をします。でアイソレーションって何ぞやとかなんですけど、まあダンスとかでもよく使う、首だけ動かす、肩だけ動かす、胸だけ動かす、お尻だけ動かすっていうやつですね、の動かし方のレッスンと、あとは、筋トレ。筋トレって言ってもこういう、何でしょうかね、ちょっと画面から消えそうなんですけど、こういう腹筋とかの筋トレではなく、そのダンス的要素ですね。まあ言ったら首を動かす、肩、胸、お尻、全部筋トレなんですよね。アイソレーションイコール筋トレ、インナーマッスルを鍛えるっていうレッスンです。で、私は普段ボールのレッスンとかで絶対最初のアップにアイソレーションを入れます。実はアイソレーションが最初のアップなんですね。私の中ではそうなんですけれども、なんで普段のレッスンは結構それを最初にやってます。それに特化したレッスンですね。でこれも30分バージョンと1時間バージョン、1時間ちょっとしんどいかもなんで30分でも十分だと思います。で一応1時間バージョンも用意してるんですけど、もし興味がある方は一度受けてみてください。で普段私のレッスンを受けてる人はまあ大体何するか想像はついてると思うんですけれども、まあお家でねちょっともう運動不足だわっていう人はぜひぜひ、普段私のレッスンを受けてくれてる生徒さんもぜひぜひ受けてほしいと思います。でちょっと軽くご紹介、まあアイソレーションって何ぞやっていうね、まあ、首だけ動かす、前後ろ右左で回す、まあ、この辺はね普通にできると思うんですけれども、まあせっかくアイソレーションに特化したレッスンにしようと思ってるんで、せっかくなんでねこっち側のヒップホップとかでも使われる、ジャズダンスでもね使ったりするんですけど、私はポールの振り付けにたまーに入れたりします。まあなのでできるできない置いといて、ぜひねこれを機会にできるようになってもらえたらなと思います。首前後ろ前後ろ前後ろできてるかな、鏡と右左、最初はね全然動かないと思います。私もやり始めた時全然動いてなくて苦労したんですよね、この首もう。でも絶対やってたらね、筋トレなんでやってたら誰でもできるようになります。これはもうトレーニングで、あとは肩ですね、右左前後ろで回す。この回すの意外とね難しかったりします。まあ胸も動くんですけど、で胸だけは胸だけで、ちょっと見にくいな、こっちめくって胸だけで右左回して、でお尻はお尻、お尻で動かします。まあこれが大体アイソレーションの基本ですね。でそれとセットでぜひウェーブとかもやりたいと思います。ウェーブは波のように体を動かす、よくこういうやつですね。ちょっと今ポールがあるんで分かりやすいんで、ポールの横でやりたいと思います。皆さんお家でやるときはね、ぜひね鏡を、まあ画面をこっちに持ってきてもらって、こういうふうに姿見とかでもいいんで鏡を用意してもらって、で壁、家にさすがにね、まあ、ポールある人もいるかもしれないですけど、あまりポールあるお家はないと思うので、壁にこう手ついてて見やすいように見ましょうか。こうやってウェーブのね練習をしてもらったらなと思います。はい、っていう感じでウェーブとかそういうのをいろいろ、インナーマッスルの筋トレですねをやっていきたいと思います。もしちょっと興味があるなっていう方、私とおしゃべりしながら楽しくレッスンしたいなっていう方は、ぜひウェブレッスン受けてみてください。お待ちしてます。